夕方6時じゃない7時ぐらいから配信してた。夕方じゃないけど19時ぐらいから配信してた。今日は双子座流星群見える？あ、そうなの？今から？いつ？もうすでに終わった？遅かった。朝3時だか4時だか、あ、このあと3時4時寝てるかも。水買ってよ、向こうに置いてきた。あ、ここにあるわ。こっちだと多いの、向こうかと思ってた。私置いたっけ、忘れてた。今も見れる、今見れるって言っても見れないもん、今外配信してるから。今流れてた、さっき出た時に見ればよかった、知らなかった。今双子座流星群な、あのやってる、流れてるの。後で覚えてたら見ようかな。忘れてそうだけど。覚えてたら見ようかな。覚えてたら。今日そんな寒く、え、ちょっと寒かったよ、さっき外出たけど。この前の PC で YouTube してウェザーニュース、あー、それでも見えるのか。あの、今モニターちょうど電源ついてんだ。モニターだけ、 PC はつけてないけど、モニターの電源ささっき切り忘れてた。何見るって言ったっけ。 YouTube か、ウェザーニュース。YouTube？ウェザーニュース、あー、やってる、双子座流星群のライブカメラ、北海道のやつだ。8年ぶりの好条件だ。なんか広告になっちゃった。見えたって言って、多すぎって、え、私も早く見たいんで、こんなに見えるもんなのか。だって私も早く見たいんだけど、広告が、うん、流れてる。あ、すごい、え、めっちゃ綺麗だね。こんな見えるの、北海道十勝地方。双子座、私よくわかんないんだけど、どれが双子座なのこれ。双子座の形がわかんない。今流れてない？さっき流れてたと、一瞬。確かに寝言3回なんて
無理すぎる、言えない、あって見た瞬間に消えるねあってなってすぐどっか行く。うん、もう一度まだ今流れてない流れないかな、今流れてないよね。10秒気に流れてるってすごい、いや YouTube のコメント、眠くなっちゃう曲これ、なんか音流れてるの聞いてみよう。あ、これは確かに眠くなるわ眠くなりそうな音流れてた、 YouTube のさ、あの双子座流星群の音楽、確かに、オルゴールみたいな音流れてた、うん、でも2個ぐらい見てよさっき、私が、あ、まだ流れてた、すごい、あってなった瞬間にも消えちゃうからさ、うん、無理じゃない？え、何事？あ、流れてる、すごい、さっきのゆっくりだったけど、あってなってすぐ消えるな。いや、あとで見に行こう、外に、覚えてたら、覚えてたら行けそう、覚えてたら、ね、流れてるの 0.2 秒くらい、そんなの無理じゃない、 0.2 秒で願い事3回言う、もうどんだけ早口ことは、うん、得意な人でも無理、超短い図じゃないと無理じゃん金持ち金持ち金持ちいいねちっちゃい子の夢みたい小っちゃい子、小学生ぐらいの夢グミ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 になりたいってこと？言えないよそんな、3回は無理、後で見よう。めっちゃ長くない？目にさかかってる、瞬きしたら前髪動いてるの分かる？嫌なんだけど、前髪動いてる、瞬きしたらこう目にさ、ここあのまぶたとかまつげに乗ってるから早く切ろう。あ、ちっちゃいあさみ、ちっちゃいあさみは買ってない、まだ100均ってないもんだって、それご飯マック食べたからマックに行っただけ、マックとあと水買って帰っただけ、ついにグラコロ食べました、めっちゃ美味しかった。
さっきも配信してたよ。さっきも配信して夜ご飯食べてきてまた配信してる。食べ忘れてて欲しかった？やだよ、食べたいよ。2種類食べたの。グラコロ、グラコロ2種類はいけないな、さすがにお腹いっぱいすぎるな。普通のは食べてない。ビーフなんちゃらグラコロ。ビーフハヤシか、ビーフハヤシグラコロ食べた。いつもね、なんかそっちの普通のやつとじゃない方のそっち食べるんだけど、去年何だったっけ、忘れた。それ食べるんだけど、美味しかったよ。ビーフハヤシグラコロとビーフシチューパイ、ビーフとビーフを食べた。スタンダードも多分食べたことあると思う、たぶん。え、去年なんだっけ、去年のやつってあれ忘れたけど、去年のやつなんだったかな、去年の。分かんないけど、去年もなんか普通の方とは違う方、去年何だったか忘れたけど、そっち食べた。コロッケの中にビーフハヤシが入ってるんじゃなくて、グラタンコロッケの上にビーフハヤシがのなんかソースがかかってるみたいな。あ、去年デミグラスか、去年はそっちだね。てか普通のやつ食べてないよ、ずっと。一昨年はちょっとさすがに覚えてないけど、一昨年はさすがに。フィレフィッシュ食べたことあるよ。フィレフィッシュも美味しいよね。チーズバーガーはねないかもしれない、ないかも。普通のハンバーガーとかチーズバーガーはないかも。あんまね最近は期間限定のやつで気になったのがない限りあんま行かないんだけど、最近。そうだから最近ねマックに行った時は期間限定のやつばっかあんま行かないんだけど。前はたまに行ってたけど、期間限定の気になってなくても普通のメニュー頼むのに。普通のメニューは何頼んでたかな、いつもは本当に行ってないかな。でも江口とかスパチキフィルフィッシュも好きだったし、エビフィレも好き。エビフィレとフィルフィッシュはクーポン出た時によく頼んでた。ちょっと高いから。あれ食べてみたい、サムライマック。食べたことなくて、サムライマック美味しいんでしょ。ハッピーセット、あ、ハッピーセットちっちゃい子食べてたよ。ハッピーセットはね、ハッピーセットはハンバーガ
だっけあれ、チーズバーガーだっけあれ、なんだっけ、ハンバーガー頼んだ時もある。でもナゲットの方が多かった。ナゲットかハンバーガーでしょ。ピスとキティちゃん、あ、そうキティちゃん、今キティちゃんやってる？あれいつから？めっちゃさ、あれキティちゃん欲しいんだよね。あのキティちゃん50種類あるんでしょ。めっちゃ可愛くって全部が、めっちゃさ、私がちっちゃい頃に見てたキティちゃんの柄とかあったりとか、衣装とかあったりとか、50周年限定のやつもめっちゃ可愛いし、あれやばいねあれやばいね。明日からなの？あれやばい、あの行かなきゃ、ハッピーセット食べなきゃ50種類もあるの、やばくない？あれはちょっと、いやコンプリートあれコンプリートってさ、最低50回以上食べなきゃってことでしょ。それは無理だけど何回か行きたいなと思ってる。ちょっと水を取ってきていい？水取って、ここに置いてある水置いてこよなんかお水空いてるの1本あるのにさ、2本買って2本置いてあるんだけど邪魔すぎるちょっとミュートにすね。もうちょっと待ってて、ちょっとコップになんか今一個さコーラ入れてたちょっと私コップ出してくる、ちょっと待ってて、もうちょっとだけ待って、一回もう一回ミュートする。
ごめん。ミラーボールありがとう。ごめんね。ありがとう。ありがとうございます。ちょっとさ、コップ探してたんだけどさ、ディズニーあんま良くないかなと思ったけど、ディズニーしかなかった。これしかなかった。あとなんかね、トウモロコシちゃったから持ってきた。よいしょ。探したんだけどなかった。ごめん。トウモロコシちゃ。こんな飲まなくていいから、ちょっとでいいや。コップの半分くらい。コップさ、あんまない。ディズニー飲まなくないかなって思ったけど、ちょっとこれしかなかった。トウモロコシちゃん、めっちゃこれトウモロコシね、それ。え、すごい危険。ちょっとこうやってこうやってしとこう、見えないように。え、めっちゃトウモロコシ匂いが、めっちゃトウモロコシ。今までさ、飲んださ、トウモロコシ茶の中で一番匂いがトウモロコシ。え、めっちゃ甘い匂いするんだけど、トウモロコシの甘い匂い。ディズニーちょっとこれこうやって隠しながら飲むから大丈夫でしょ。もう見えないでしょ、こうやったら。え、めっちゃね、匂いトウモロコシすごい。え、こんなにトウモロコシだったっけな、今まで飲んだやつも。めっちゃ甘い匂いする、トウモロコシの甘い匂い。こんなだったっけ。無印のじゃない、これなんかスーパーで見つけたやつ。見えないんで、味もね、トウモロコシにするんだけど、味より匂いがトウモロコシ。めっちゃトウモロコシだ。そう。コーンポタージュとか、でもコーンポタージュ並みに匂いトウモロコシ。なんかコンポタージュよりか甘い匂いしないけど、うん、ほど甘い匂いしないけど、匂いがめちゃくちゃトウモロコシ。なんか味より匂いの方がトウモロコシの匂いする。味もトウモロコシの味するけど、え、匂いの方が強い、トウモロコシ感が。え、美味しいこれ。ブサブサだ。あ、味もちょっと甘い。めっちゃトウモロコシ匂いが、めっちゃ匂い嗅いじゃう。やばい、ディズニー、すごい。すごい、今までで一番トウモロコシだこれ。隠しながらちょっとね、これディズニーのやつがあんま、これだったら結晶、これだったらコンビニのさ、ディズニーのコップゼリーくっついてるやつ。このコップ海で売ってるやつ。最近トウモロコシハマってるんだよね。なんか見たら買いたくなっちゃう。でヒゲ茶がまた買いたいんだけど、ヒゲ茶はどこにあるの。ヒゲ茶飲みたいんだけど、
兄ちゃんはね、あのコンサートとかでの、ね、あの差し入れでしかいただいたことない。兄ちゃんなんか見たことなくて売ってるの。兄ちゃんで初めてトウモロコシ茶飲んだ。それ以外で飲んだことなくて、飲んでみたらさめっちゃ美味しくって、そっから好きトウモロコシ茶が、そこでハマった。入会所無印のね、無印トウモロコシ茶だっけちょっと忘れたけど、待って、無印の、無印のやつでしょ、これは違えてたけど、他に何かハマったの、他に最近ハマってるものなんだろう。トウモロコシ茶と、なんだろうな、パン、何ハマってるっけ。分かんないや、ハマってるものなんかあるっけ最近かな、あんまないかも。ウォーキング歩くこと、あ確かに。で今日の歩数やばそう、全然歩いてないけど、でもさっきねマック行ったから一日中家にいる時よりかは歩いてるかもだけど、あのそうね、さっき外出た、今日初めてマック行った時に、うん、その分しか歩いてないからな。一日中家にいる時よりかは歩いてる。だから多分きっとさ、あのなんかさ歩数のやつでさ、こうなんていうグラフになってるじゃん、棒グラフに、それがもうカカンって下がってるだろうな今日めちゃくちゃ寝たもんだって。もうなんか最近早起きが続いたってのもあるけど、最近めっちゃ早起きだったから、朝早すぎたのもあるけど、プラス3日間めちゃくちゃ歩いたから、もう眠すぎてめっちゃ寝た。だってさ、なんだっけ、周年公演の日もちょっと朝早かったし、起きた時間が、集合はそんなめっちゃ朝早かったわけじゃないけど、なんでか朝早く起きた気がするんだよな。だしお話し会、お話し会も朝早いじゃん、一部からだったから、だから早起きだったじゃん。で、あと普通そのなんだっけ、4日前話し会、月曜も朝早くって、火曜も朝早くって、昨日も朝早くってみたいな、ずっと朝早くってだからめちゃ朝早い日が続いたから今日めちゃくちゃ寝ました。12時間以上多分寝たね。昨日は何時に寝たかな、昨日ね割と早かった気がするんだよな、寝た時間、なんかもう寝る準備終わらせて、昨日もうすぐ寝たの、寝る準備終わらせて、配信またすぐじゃないけどね、いろいろ入ったりとか準備終わらせてすぐ寝た気がする。そういう準備あった割には早く寝たすぐじゃないけど、配信また昨日配信12時までって言ったじゃん、だからその後1時とか1時半ぐらいには多分寝たと思うんだよね。で起きたら一回12時何分とかだったの、起きるじゃん一回携帯見て、もうちょっと寝るかだってちょっと眠くってまだなんかめっちゃ寝た後とかもさ、なんか
逆に眠くなるじゃん、わかる？めっちゃ寝た後さ、寝起きちょっと眠くない？逆にわかる？もうちょっと寝るかってなってよ、もうちょっと寝た。だから余裕で12時間以上寝てますね。起きた時間何時か覚えてない。うん、余裕で寝た12時間以上。めちゃ寝た今日。明日はでもねちゃんと起きて、あのちゃんともうちょっと今日よりかは早い時間に、そんな早い気はしないけど、早い時間に起きないけど、今日よりかは早めに起きて僕体の練習しようと思ってる。日曜ね、僕体だから2回公演。1ヶ月ぐらい空いてるからな、ちょっと久しぶり、初日からちょっと間空いちゃったから、練習しよう。10時間以上寝ると調子悪くなる？私はね毎日でも10時間以上寝たい。いやね、10時間ぐらいがね一番いいんだよね。私なんかね寝起きがすっきりしてる、すごく。10時間ぐらい寝た時、うん、ほんとね寝起きいいね、なんかすっきりしてる。うん。毎日10時間以上寝たら幸せだね。無理ですけど毎日は。すっきりしてるからね寝起き。もう寝れるだけ寝たい毎日。一回やってみたいな、なんかもうどれだけ寝れるかっていうのを。もう寝るのいいってなるまで一回寝てみたい。一回やってみたくない？なんかもうどれだけ寝れるか、途中何回起きてもさ、もう何回も途中起きちゃってももう一回寝てみたいな繰り返して、もうどれだけ寝れるか。一回やってみたいな。寝てようかな、ちょっといつか。1日とか寝れちゃうかな私。さすがに24時間ぶっ通しでは寝れないと思うけど、さすがにね、それは無理だけど、途中起きてもさもう一回寝てみたいな感じで何度寝もして。それでやりたいな、どれだけ自分が寝れるのか。でも25時間が最高記録、1日寝てるじゃん、すごいな。私と近いかもしれない、近い人かもいるかも。15時間は多分余裕じゃない。もう多分今日とかそれぐらい近く寝てるよ。12時間以上寝てるからさ、15時間近く寝てると思う。12時間は多分余裕で寝てる。今日何時間寝たか分かんないんだよね。今日15時間近く寝てる。何時間分かんない、13とかかもしんないけど、14とか分かんないけど、何時に起きたか覚えてないんだよね。そう、覚えてないの。起きたら3時とかだったかな、いやもうちょい早かったかな、3時とかだって、1時かな、ちょっと分かんないけど、12時間は寝てます。明るかった外、いや外明るかったよ、だって一番最初に起きた時間が12時なんだもん。12時何分かで、でもう一回寝てるから、そっから。12時間は確実に寝てる。何時に起きたか覚えてないの。夜に寝て起きたら次の日寝るだった時は、夜に寝て次の日。私夜に寝て次の日、夜に寝てはないな。夜そのなんかめっちゃ起きててみたいな、気づいたら外明るくってみたいな、で寝たら夜だったこと、寝て起きたら夜だったことは一回あるけど。まあ一回あるね、寝て起きて。それ一回でじゃないな、途中何回か起きたけどはあるけどね。一回だけある。
寝て起きても繰り返してたのずっと。お腹空かない、お腹空くんだよ、お腹空くけどお腹空くより眠いが勝つのだからそのまま寝るのそう、お腹空くよもちろん、起きてお腹空いたなと思うけど眠いなが勝つから寝ちゃうんだよそう、それで寝ちゃう。そうなるんだよね。で起きた時にめっちゃお腹すいたなーってなるそう、眠いを優先してずっと寝てたらそうなる。今日とかも思った、今日さ結構寝てたから起きた時にめっちゃお腹すいたなーと思って、なんか食べたな、何食べたっけな、今日来て何食べたっけ、なんか食べたあ、そう、あのあれだ、おせんべい、なんかいつだっけな、あ、この前のお話し会の時に差し入れだったせんべい、おかきみたいなやつがあって、それ食べてなくって、食べてなくって、違うな、昨日の夜にちょっとだけ食べて、開けてて、でそのチャックがついてるから閉めててさ、起きてテーブルの上にあったからとりあえずそれ食べたお腹すいたなーと思ってうん、缶に入ってないやつ、入ってないやつ、おかきみたいな。どんぐらい寝たんだろう、分かんないな、13ぐらいは寝たかな、半日はね余裕で寝てると思うんだよな、12はずっと確実に寝てる、分かんない、起きた時間覚えてないな。前髪の負荷がいい、前髪ね今日アイロンしてないんだ、ドライヤーしただけの状態、髪濡らして切らなきゃいけない、そろそろ。おかき好きだよ、一番好きなのは濡れおかき一番濡れおかきが好きです。美味しくない、濡れおかきって、めちゃくちゃ好きなんだけど。お店でさ、せんべいのお店とかあるじゃん、とかで濡れおかき売ってたら買っちゃう絶対。浅草行った時も買ったし、めちゃ前に湯布院行った時があって、湯布院初めて行った時、結構前だな、時に濡れおかき売っててせんべいのお店に、なんか今なかったんだけど、ちょっと前、今年の3月ぐらいにいたの、あの湯布院に。その時はなかったんだけど、せんべいのお店もなかったんだけど、その時も濡れおかき食べた。めっちゃトウモロコシ、これすごいな、これ匂いがすっごいわえ、ぬれおかき美味しくない？私めっちゃ好きなんだけどえ、ちょっとかけた、ちょっとかけた、ディズニーながらだから一応ね、一応ね、あの配信止められても困るから一応ねあとあれ好きだよ、曲がりせんべいめっちゃ美味しくない？曲がりせんべい、スーパーとかで売ってるやつねあれ美味しいね。曲がりせんべい美味しいよね、大好き。ぬるおかきとあのまがりせんべい、あ、ポタポタ焼きは、ポタポタ焼きも美味しいね、ひきねえども美味しいけど、あのまがりせんべいが好きですね一番。雷おこ
しとかも食べるよ。でもそんな食べないけど好き。雷おこし、私のおばあちゃんが好きだね。雷おこし美味しい。ねろかきって締めっぽい、うん、締めっぽい感じ。めちゃめちゃ好き私はねろかき。百均に売っててさ、ねろかきって百均行くたびに買ってもらってたお母さんにねろかきを何袋か毎回好きすぎてさ買ってもらってたな歌舞伎揚げも好き、なんかそういうのも好き。あれ美味しいよね、なんか甘じょっぱい感じが。ぬるおかき本当に好きなんだよね。別に家族誰も好きじゃない好きじゃないっていうかみんな普通なんだけど、なぜか私だけが好きうん、別に家族みんな好きでとかいうわけじゃなくて、私だけが好き好きなんだよ。じゃがりこは何、じゃがりこはあのじゃがバター味が好き。美味しいよねぬるおかき。ぬるおかきとさぬれせんべい、なんか2つあるの似たようなやつが。でもぬるおかきの方が好き。なんかぬるおかきのさ、なんか中の部分、なんていうのかな、中の部分が美味しくって、せんべいはそれがないからね。せんべいは中のなんか部分が。だからぬるおかきの方が好き。なんていうの、真ん中のさ、なんて言ったらいいのかな、あれなんか、なんて言ったらいいんだろう。せんべいはないじゃん、その真ん中の中の部分が。あ、そう、なんか空洞とかになっててみたいな、なんていうの、なんか空洞だけど、空洞もあるけど、なんかさ、なんて言ったらいいの、あれわかんない、難しい。なんかなんて言ったらいいかわかんないけど、ぬるおかきの方が好きなんだよね。そのなんか中の部分のちょっともちっとした感じのところ、なんていうの、もちっとした感じっていうのかな、なんかね、ぬるおかきの方が好きだから。せんべいも好きだけど、レンジで温めても美味しい。あ、そう、ぬるおかきもだよ。ぬるおかきもレンジでちょっとだけ温めたら、ぬるのも美味しい。両方好きだから、ぬるおかきで食べるときに何個かそのまま食べて、何個かはレンジで温めて食べてってやってた両方食べたいから、両方の味で食べたいからってやってた。いやね、ぬるおかきが好きだな私は一番せんべいだったら、せんべいおかきとかだったら、せんべいおかきのやつだったら、うん、ぬるせんべい絶対おかきあと曲がりせんべい、あれもおいしいね、曲がりせんべい。やつなんだろうな、好きなやつ。でもそれぐらいかな。周りになかなかいないね、ぬるおかき好きな人なかなかいない。うん、私の好きなさ、なんかあまりみんな食べないようなやつ、なんていうの、あのゼンマイの煮物とか私が好きなやつさ、あんま周りで好きな人あんまいない。普通のものも好きなのあるけど、そういうの、ねろおかきとかゼンマイとか銀杏とか銀杏嫌いな人結構多いじゃん。だから確かに独特だからね、味がちょっと苦かったりで。あ、きくらげも好きだね。
メンマもメンマも好き。ラーメンはメンマいっぱい入ってるやつがいいですね。あ、おからも好き。海ぶどうも好きだね。美味しいね、海ぶどう。あんまいないんだよな、だから私が好きなタイプの好きな人メンバーもだけどいないです、周りに。あんまゼンマイの煮物とか食べたことない人がほとんどじゃない。私は大好きなんですけど、あれがゼンマイの煮物。タケノコ好き、カズノコも好き。渋いの好み。渋いのか、だからあんまいないのか。周りに私もって人があんまいない。あんまいない。家族とはそんな合わないもん。いや特にね、妹たちと本当に合わないね。お母さんとは合うやつもあるけど、ない妹みんな好きでってやつもあるけど、妹も好きでってやつも合わないもの結構あるね。塩辛は食べたことないからわかんないな。あとあれだね、私あの燻製のもの好きだね結構。燻製ケアのドライフルーツ以外、ドライフルーツと人参と人参もね、あのなんかものによるんだけど、なんかさハンバーグの付け合わせとかで出てくるさ、あのでっかい人参はちょっと嫌だね。でっかいやつ、あのでっかい人参は無理。スープとかに入ってるちっちゃいさ、なんか細長く切った人参とかサラダとかスープに入ってる細長く切ったやつとか、みじん切りのやつはいける。でもなんかハンバーグとかや、あのでかい人参は無理。あグラッセとかね、あのね人参のあの甘さがちょっと苦手で、なんかあの甘い感じが、甘いもの全般が苦手ってわけじゃないんだけど、人参の甘さが苦手。カレーの人参はねあんま食べないからわかんない。うちの家人参入ってないし、外でカレー食べないからあんまわかんないけど、カレーも多分無理だね、でかいのは。うちの家は人参好きな人がいないから入ってないです。人参好きな人いなくて家に。うちの家のカレーは人参なし。ひじきも、あ、ひじきも好きだよ。ひじきも好き。よく食べてた。コンビニに売ってるさ豆腐とさひじきとなんか枝豆とみたいな入ってるやつあるじゃん。ひじきあれめっちゃ好きだった。豆腐が美味しいんだよね、結構大きめのやつが入ってて、なんかセブンとかのやつ、あ美味しい。ひじきあれ好きですね。なんか豆腐バーあるじゃんセブンに、豆腐バーのなんかひじきとか枝豆とか入ってるあれが好きで、もともとひじきかな、なんか枝豆とか入ってる豆腐バーのやつが好きで、ね、でもなんかカップのやつもあって、それ豆腐バーじゃないんだけど、普通のひじき。あれも美味しい。苦手なものも なんだかな、さっき言ったやつのなんだっけ、ドラフルーツと人参と、でも薬味系があと苦手なもの多いかな、うんかな。しそとか大葉もあんま好きじゃないんだけど、料理に入ってたりするじゃん結構、だから食べれないことはないんだけど、あんまり好きじゃない。あんまり、うん、食べれないことはないけど、まあみょうが、生姜料理に入ってる生姜はいいんだけど、生姜のなんかさスライスして入ってるやつ、なんか生姜すって入ってるやつじゃなくてさ、チューブとかのああいうのじゃなくて、
普通になんか切って入ってるやつ、みじん切りとか千切りとかで入ってるやつ、生姜はちょっと苦手。みょうが、生姜とかわさび、なんだろうな、あとなんか山椒とか、そんなの苦手なの。あ、55分ありがとう。薬味系調味料、薬味なんていう、そういうのは苦手なのがいいかも。生姜焼きとかはいけるんだけど、すりおろして入ってるやつはじゃなくて、なんかみじん切りとかで入ってる生姜はちょっと苦手。ああいうの、じゃあランキングもうかな。二郎系の刻みにんにく、にんにくは好きなんだよ。にんにくは好きなんだよ。だから全然にんにくは入ってて嬉しい。13位から言いますね。13位、旬、旬なんて言うんだこれ、旬何、旬って読まないのかな、ちょっと待って分かんない。13位の方、これなんて読むのが正解ですか。としゆきさんか、ありがとう。13位、13位としゆきさん、ありがとうございます。12位筋肉愛好家さん、ありがとうございます。11位わたあめさん、ありがとうございます。10位やさとマーク、きょかたむずさん、ありがとうございます。9位としベビースターマンさん、ありがとうございます。次8位ほんこだるまとマーク、きょかおいさん、ありがとうございます。7位ゆうじゃとマーク、きょか、いや言えなかったっけ、きょかだけをずっと愛してるからねさん、ありがとうございます。7位言ったな、違う、6位か、6位にゃんほそさん、ありがとうございます。5位ラボーナさん、ありがとうございます。4位ペグアットマーク、きょうかちゃんは僕の双子座流星、僕の双子座流星群見てきてねさん、ありがとうございます。次3位フロマンさん、ありがとうございます。2位カズアットマーク、きょうかたむずさん、ありがとうございます。そして1位がグランザットマーク、きょかたむずさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、ありがとうね、ありがとうございます。昔に乗ってしまった、あ、ごめんね、名前がごめん、漢字ちょっと苦手だった。ちょっと難しいね、人の名前の感じって。読み方がいっぱいあって。ごめん、覚えておきます。明日の配信は、明日もなんか2回できそうだったら2回やろうかな、無理だったら夜1回で長めにするかも。夜はできます。2回できそうだったら2回する感じかな。2回するとしたら今日みたいな感じ、今日よりか早くできたらするかもだけど、1回目ないし。朝で、朝はしないです、朝は私もやめてって感じ。起きれないよって。朝はやんないですね、私もやめてほしい。うん。私もちょっと無理かもしれない。朝寝てます。
ゃあ、そうそう、切れちゃうかな。あと10秒だ。じゃあまた明日も2回できたらします。1回目の足多分早くできても夕方ぐらいかなですかね。じゃあそろそろ切れちゃうんで、ありがとうございました。また明日の配信で。またね、おやすみなさい。ありがとうございました。バイバーイ。また明日。